アルクです。どうも、ということで、今回なんですけども、こちら、ワンダーランドショータイムの新楽曲、やっていこうかなと思います。マラシンさんとケムさんによる、書き下ろしというところで、まあ、そりゃね、神が作ったものはね、それはもう神になるよっていうことで、当たり前なんだよね。神の万物なんですよ。やばいよね、ほんとに。かー最初のね、つかさくんのね、もう、低いボイスをね、あー、いいんだよね。つかさくん、こん、てか、広瀬大輔さんがね、本当に低音も高音もめちゃめちゃ綺麗に出してくれるから、いや、いい声。そしてるいくんてか、ワンダーランドショータイムのさ、声域の幅っていうのがさ、本当に神かかってると思ってるの。俺はかわいいよね。こんなにさ、男女がさ綺麗にハモることなんて、いやー、すげえ声優さんだってすげえ歌うめえし。で、皆さん、この楽曲なんて読みますか。今88個のスターって出たんですけど、僕最初88星流れ星みたいな感じで、まあ、なんかね、調べたところ88って読むらしいんですけど、そのまんまね、なんか今回なんかピアノに関係するのかわかんないけど、なんかめちゃめちゃピアノみたいな譜面が多いですね。だからプロセカのさ、公式見たらさ、 2DMV のサムネでも俺はもうグワーってなった。つかさくんだ、だっ、やった、つかさくんだ、それ DMV、それ DMV だっつって。なんかね、どうやらね、ゲームサイズ、まあ、プロセカに収録されているサイズの幅がもう、そのままフル楽曲らしいので、マラシーさんの粋なね、ことがかあやってるんです。本当に粋ですよね。やばくない？あ、なんか、せっかくプロセカに収録されるんだったら、フル楽曲を、なんかやってほしいみたいな感じで。なんかマラシーさんの、まあ、ツイート参照してるんですけども、いやー、88個のスターだって。俺、僕まだストーリー見れてないんですけども、どうや関係してくるのか、まあ、これからね、まあ、収録終わったら、まあ、見ようかなと思ってますので、ということで今回なんて1188コンボというとことん88にこだわってんだなっていう感じでありがとうございました。はい、ということで以上、フルコンです。今回チャレライでやってたんだけど、実はチャレライでした。はい、ということで、この動画少しでも良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。